牧。まあ、リアル牧のモデルになったという選手が、まあ、日本にいらっしゃって、その人と、あと、仙道かな。仙道も、日本の実際のプレイヤーが、NBA プレイヤーじゃなくて、モデルになったっていうふうには、聞いてますね。で、いきなり、牧は、レブロンかなっていう、言葉が多いですね。ただね、牧は、184センチだったっけ ?184 だったと思うんですけど、はい。バロン・デイビスね。バロン・デイビスよかったな。うん。牧はラスかな。あ、いいね。はい。でね、僕がね、まず思ったのは、まあ、クリス・ポールとか、身長的にもぴったり。クリス・ポールもいいし、バルクのある感じで言うと、カイル・ラウリーとかもいいなっていうふうに思ったんですけど、まあ、牧をもうちょっとこう見ていくと、湘北も、ボックスエンドワンでとにかく牧のペネトレーションを徹底的に抑えに行ったわけですよね。で、とにかく彼はペイントアタック、ペイントアタック、ペイントアタック。で、作中で牧は、スリーポイント打たないじゃないですか。登場しないと思うんですよ。フィジカルの強さ。まあ、エンドワンをもらえるというのが、藤間との決定的な違いというふうに、田岡監督が言ってたので、あ、フリースローももらえる選手なんだね。ドライブ、プレイメイク力、勝負、本当の勝負どころで、初めてギアを入れてくる。確か、亮太が疑念を持つわけですよ。海南との後半戦で。こいつまだ本気じゃねえんじゃねえか、みたいな。で、赤木が言う、勝利への執念、勝利への飢え。皆さん、出てきてないっすね。ジャーモラント、いやー、もっとディフェンスも良くないと。もう、牧はラスボス感が必要なので、ラスボス感が必要なので、やはりですね、レブロンという線は合ってると思うんですよ。シリーハントさん。日本の高校生で184は NBA で2メートル3ぐらいでしょう。っていうことで言うと、まあ、レブロンもありなのかなって。来ましたねー。はい。はい。ということで、ジミー・バトラー。あの2020年のファイナルでのね、満身創痍の戦い方っていうことで、うん、とにかくこう自分のペネトレートからゲームを作っていく。で、どちらかというと後半、まあ、最初序盤は味方をこう生かしていくことに徹しつつ、ギアを上げるのは後半みたいなね。はい、ということで、ジミー・バトラーで皆さんいかがでしょうか。意外とバトラー。はい。2年前のジャマール・マレー。いや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 。そうね。マキもコーヒー好きかな。うん。あ、いいっすね。エイス・ケインさん。めっちゃいい感じ。わー、ディスク・サンクスさん。はい。今季のボストン戦も最高でしたね。はい、そうなんですよ。うん。ジミーよりはレブロンかな。優勝してるし。そっか、そうね。海南が優勝したのは、神奈川っていうことですね。全部では2位になったという。それでもレブロン。いや、まあ、レブロンも、ジミーも、まあ、どっちもいいかもしれないですね。はい。そう、海南はね、神奈川で優勝。そう、というわけで皆さん、また次回、お会いしましょう。See ya! ピッカーサーでした。Yeah!